ットは何やってるんだ。なるほど、忍者になろうとしてるのか。確かナルトにも忍犬っていう犬の忍者もいたよな。出発出発。もしかしてあれは動物とか呼び出す口寄せの術か。猫って口寄せされる側だよな。え、マヨモチうるせえ、権力アップのために口寄せの術でナメクジとかカエルとか呼び出すんだよ。口寄せの術、ほら見ろ、何か来たって、食べ物じゃねえか、使えねえな。ここどこという状況。この人たち誰。私はハロウィン大好きカラミキ、そしてこいつのドフだ。え、なんて、この人なんて言ってるか全然わからないんだけど。それは気にするな。今から赤ずきんについて知ってる情報を言ってもらう。拒否した場合、この区内が火を吹くぜ。区内が火を吹くの。そうだ、危なー。その区内の先についた起爆札が爆発するのさ。札なんてついてないんですけど。え、ひらひら、あ、マヨモチ、こうなったら忍術で脅すしかないようだな。カトン、水遁の術、ナムアミダブツ。え、印の結ぶ時の掛け声違うよね。ん、間違えた。マジアミパンツ。マジアミパンツって何。アミパンツ履いてるってこと。そんな感じだ。履いてるんだ。ちなみに僕のパンツはノーパン。おりゃー、あー、目が。これ忍術じゃないからね。さあ、これ以上ひどい目に遭いたくなかったら赤ずきんの情報を教えろ。やばい、このまま拷問されると体が持たないぞ。え、消えた。バナナも忍術が使えたのか。え、なんだ、口寄せの術できちゃった。忍術って伝えるんだな。って、バナナ、ここで倒してやる。また怖い人に呼び出された。ガケラ持ってこい。了解です。やめて。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価をバン。あと、カスタムマッチで一緒に遊べるのも待ってるよ。